はい、ということで、今回もイベストの感想について話していこうと思います。ネタバレゴリゴリありとなりますので注意してください。感想を一言で言うと、一言で言えないかも。まあ、今回のイベントストーリーは混合イベントらしく、ただただ楽しくにっこりほがらかな気持ちで見ることのできるねイベントストーリーでしたね。まあ、こういうのいいね。ここ最近のイベントストーリーって割とストーリー重めだったり重要なお話っていうのが多くて、まあ、それこそ一個前の愛理ちゃんのね限定イベントも、結構しっかりとした内容で長さもそこそこあったし、その前のレオニーワールドリンク、まあレオニーワールドリンクはまあワールドリンクって感じのストーリーで、その前が司くんか、司くんは楽しくって、司くんのイベストは良かったね。あれ、あのくらいの空気感のイベントやっぱ欲しいね。それより前になると、かなり重ためのね、あのビビバスの箱イベだよね確か。そうだね、ビビバスの箱イベントにともしびを手繰り寄せてっていう超絶不穏エンドをしちゃったねイベストだったりとか、まあ割と重要なお話もちょいちょい来てて、で、今後イベントで、まあ特にねビビバスに関して言えば、まあこれ見たらわかるんだけど、4周年以降ねマジでねストーリーがもうラトウィケンの声、ラトウィケンの声、ラトウィケンの声ドーみたいな、全力で前に突き進んでいってて、箱イベに関しては一切妥協なしの、本当にラストウィークエンド超えに向けた準備っていうねストーリー展開だったんで、まあまあ今後イベントはねちょいちょい挟まっていたものの、もののって感じで、このイベントとかすげえ良かったしね、めっちゃ好きなんですよねこのイベント、超おすすめです、ぜひ読んでください。まあここはまあ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 今後で楽しかったけど、もうこの辺はね、もう思いっきりラットウィーケンド超えの、超えとかキャラクターのね成長とかに向けたお話だったんで、まあこのタイミングでのね、ストーリーってのは良かったし、まああとはね、あらすじのところにも書いてたんですけど、しばし穏やかな時を過ごすトーヤーっていう風なね書かれ方をしていて、ここもイベントストーリー内のね1話で言及されてましたね。あの次世界を狙うっていうお話を前回のイベント、あのラットブラストでねラットウィーケンド超えを果たした後に言ってたんですよ。だから世界を狙うのに休憩すんのみたいなすぐ特訓じゃないのかなとかちょっと思ってたんですけど、まあ、やっぱり一旦みんな、休憩して、そこから英気を養ってから改めて世界進出のために頑張っていくっていうね形で方針を取ったっていうお話がね第1話の方でされていました。でまあそっからストーリーで、それで暇を持て余した休暇をどう過ごすかね考えていたトウヤくんが、まあ、休暇をどう過ごすかって高校生なんだよなこいつらこのキャラたち高校生でさ、それが毎日練習漬けでみたいな、それでこっから世界を狙うからさらに練習漬けでとか、なかなかしんどいだろうし、まあその中にねこう休憩してちょっと高校生らしいことをするっていうのはね全然ありだと思います。まあ今回のイベントは全然高校生らしいかっていうと微妙だったんですけど、でアンちゃんに会って、なんか知り合いの楽器屋のね渋谷に音楽のイベントでこう楽器をいろいろ出すから、それのね手伝いをしてくれと、で安心と信頼の元々お手伝いをする予定だった人たちが休養でいなくなった、休養で出れなくなったっていう、プロテカ世界休養でいなくなる人多くない？そんなもんなのかな。ジールさんも昔バイト経験とかあったけど、そんなに人って軽く飛ばなかった気がするんだけど、まあ、渋谷だったらね人って簡単にねお休みしちゃうのかもしれませんね、わかんないですけども。でそれで接客をするってなったトウヤくんが第2話で接客特訓するんだけど、ここのねトウヤくんがねめちゃめちゃ良かった。ロボットトウヤね接客するって言って、どうしようじゃないな、なんか白石みたいに背筋を立ててみたいな感じで、おいーおいーって、あ、ちゃんとね機械の効果音が鳴りながらガチガチのトウヤくんが動いていって、でそこにあの全力で演技というか、もはやなんかコントみたいなね入り方をしたお客さんのレン君とリンちゃんの前にいらっしゃいませっていうね、あのくだり、これまでなかった気がするね。あの顔ドアップの 2D モデルの顔ドアップでのっていうシーンはこれまでなかった、なんか挑戦的なやつでやってた感じがしますね。新しい効果音に顔ドアップって感じで、あ、プロセカそういうのもできるんだってのはちょっと面白かったですね。でまあそっから接客の練習をしつつ、第3話の方かな、サキちゃんに会って、サキちゃんってか天負けか、天負けとね、あのトウヤくんが会った時に、トウヤくんは最初ガチガチだったんだけど、あの司くんのリサイタル、ピアノの演奏でトウヤくんのこう顔が輝いてみたいな、でトウヤくんが
また音楽とかね、好きなものとかに触れてるときはすごいなんか楽しそうだったり、こう笑顔でいたりするっていう、そういう気持ちでお客さんと接すればいいんじゃないかなみたいなことをさきちゃんが超絶的確なね、大人顔負けのアドバイスをして、そしてとうやくんがそれでなんか少し晴れたような気持ちになって、こう3話以降ね、実際にとうやくんが接客をするんだけど、めちゃめちゃプロ、急にプロ、あんな接客ってできるもんだっけみたいな、コミュ力高いなって思いましたね。普段のとうやくんってこうコミュ力が高いというより真面目なんだよね。めちゃめちゃ真面目、そんな真面目なとうやくんだから、こう人に向かって真摯に接するとうまくコミュニケーションが取れるし、まあそれが接客につながってるみたいな感じで、なんかとうやくんのキャラクターをよく使ってるね、ストーリー展開だったなーっていう感じがしますね。そしてかなでちゃんと真冬ちゃん、星さんイラストにはあるんですけど、日用品を二人に買いに行っててやばいね去年の真冬ちゃんの星さん報酬でもさ、一緒に出かけてて一緒に買い物してたんだけど、同じ日用品を買ってかなでちゃんがなんか買い物に付き合わせちゃってごめんねみたいなこと言うんだけど、大丈夫私も使ってるからみたいな真冬ちゃんが言うんすよ。破壊力やばくない？オタク吹っ飛ぶで、割と真面目にこの椅子から転げ落ちそうになりましたね。どうやーそんなセリフあるんですかわーみたいな、いやー運営さんにやってます。さあいつまで真冬ちゃんはかなでちゃん家に居候をすることになるのかね、気になりますね。でまあそんな中、あのトランペットを吹いていた、今回のバナーにね映っていたあの可愛いショタなんですけど、の可愛いショタがトランペットを吹けずね、こうなんかちょっと周りからバカにされてたり演奏会に出れなかったりっていうところを助けてあげたいということで、とうやくんがねあのトランペットのこう演奏とか吹き方をね教えてあげるっていう、あそうだ、今回のイベントストーリーが発表された時に、あれとうやくんクラシックやってたけどなんかピアノじゃなかったっけみたいな、トランペットとか吹けるのかなみたいなお話をねしてたし、ジルさんもちょっとあんまり記憶がなかったんだけど、とうやくんクラシックやってたけど別に管楽器が吹けるわけじゃなくって、あくまで音楽関連でその辺の知識があるっていう部分、それプラスちょっと練習して、管楽器系は音を鳴らすのがそもそもすごい難しいらしいんだけど、それくらいはできるようになっていたっていう説明がありましたね。てかそれくらいはできるようになってるとうやくんすごくないトランペットってすごい難しいらしいんですけどね、まあ僕はやったことないのでどれくらい難しいのかわかんないんですけど、でそれにあんちゃんと真冬ちゃんとかなでちゃんも挑戦してみて、かなでちゃんとあんちゃんは最初全然できないと、で真冬ちゃんがこれ多分こうすればいいのかなってやったら爆速でできてて、やっぱその辺のセンスの塊、あのある程度の天才型みたいな真冬ちゃん秀才と天才のハイブリッドみたいなタイプで、やっぱスペック高いんだなーって思いましたね。でそれを聞いてあんちゃんが多少できるんだけど、かなでちゃんが全然できなくって、あのイラスト超可愛い全然音鳴らなくってめっちゃ頑張って、その結果顔青ざめて酸欠みたいになってるかなでちゃんね、まあ想像はしてたんですけどめちゃめちゃ可愛かったですね。はい、ぜひこの辺はイベストでね皆さんの目でお確かめください。とうやくんがその男の子、ショタの可愛い男の子にこう吹けるようにね、音出せるように頑張って練習つけてあげるんだけど、男の子がなかなかできなくって、それでなんか僕向いてないんです、僕はやんない方がいいみたいなこと言うんだけど、対してとうやくんが最初はできないかもしれないけどだんだんできてくるようになるし、だんだんできてくるとそれが楽しくなるっていう話をしててね、その辺とうやくんのあの昔のカラフェスイラストとかの話も出てたんだけど、カラフェスイラストだったり、まあ昔の幼少期のとうやくんとか、そういったところのお話とかともね繋がってて、自分が過去に経験したり乗り越えたりしたことをねベースに、とうやくんが誰かの背中を押すって意外とこれまでのイベントストーリーでなかった気がするんですけども、そういうのが描かれたのも良かったなーって思いますし、まあそこでね、かなでちゃんととうやくんの共通点っていう部分で、まあとうやくんもこう昔は音楽が好きでねやっていた部分があって、練習してたりできるようになっていく嬉しさがあったと。でかなでちゃんもあのお父さんのねあの演奏したキーボードとかを見て、それでねあの弾いた時のこうドキドキとかがねすごかったみたいなお話をして、なんかちょっとしたこの二人のね共通点的なところがね描かれたりして、そういうのってまあこれまであの今回のメンバーがほぼほぼ絡みなかったっていうのがあるので描かれてなかったんですけど、実は去年のエイプリルフールのミクデミーでピュアハートクラスで同じクラスだったんですよね。その辺で若干つながりっぽいのが描かれてたんですけど、ようやくそれが回収されたなみたいな感じがして、オタクフン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 鼻鳴らしておりました。はい、まあそんな感じかな。全体的に際立って面白いイベントストーリーっていうわけじゃないんですけど、まあこれまでのねキャラクターとかを知ってる人たちだったらそりゃ楽しめるし、まあ何よりあのかなでちゃんとあんちゃんととうやくんと真冬ちゃんっていうこれま
までほとんど絡みのなかったメンバーの会話とかが見れるのでね、よかったら見てみてください。はい、そして僕は今回ね、解放できてないんですけど、サイドストーリー、トウヤくんの前編とかなでちゃんの後編だったかな。この辺がね、全然絡みないメンバーの再装になってるんで、皆さん見てみてくださいって感じですね。で、あともう一つ、このアフターライブの方で、かなでちゃん、まふゆちゃんと、にごみくがね、歌ってるやつと、ビビバスで歌ってるやつってあったんだけど、まず、かなでちゃんがね、今回の 3DMV の衣装のやつ、マジ可愛い。頭ペンギンつけてるのめちゃめちゃ可愛いのでね、ぜひ引き当てた人は、頭ペンギンかなちゃん見てあげてください。そして、後半のね、ビビバスの方。いや、ここでさ、すげえいいシーンがあってさ、トウヤくんがなんかこう、嬉しそうにしているのを、秋田くんが気づくんだよね。トウヤ嬉しそうだな、みたいな。で、それに対してレイくんが、ってそれ嬉しい表情なの？みたいな反応してて、キャラクターの関係値的な部分の良さがね、出てましたね。はい。そして、演奏した楽曲がチルドレンレコードということで、今回ね、8月15日に合わせて、チルレコ影プロ楽曲をやるっていうのね。ここは良かったですね。粋な計らいというか、運営さんありがとうございますって感じです。はい。感想以上かな？なんか話し忘れてたところあったかな？なんかあった気もするんですけど、皆さんよかったら感想で書いてください。はい。